スピードトリプル、ストリートトリプル。あ、そうだったっけ。4番。よし、あ、そう。というわけで、トライアングル試乗していきたいと思います。スラクスト R？ 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 俺 R。 これに恐怖を覚えてる。ボンネビル、ストリートトリプルで、スピードトリプル、スピードトリプルで、スラクストン R。 ストリートトリプル、そう、スラクストン R。 いやちょっとね、これこの前またがったらすごい気に入っちゃってね、ちょっと試乗できるっていうことで。うほー、なんだそれ、そいつやべえ音すんな。いや、めっちゃいい音すんな。スラクストン R 最高。いいね、スラクストン R 最高。というわけで、週末最終日はトライアンフの試乗をして私は帰るということですかね。いやでもこれニーグリップできない。やべ、いい音。すげえすげえ。プランターいつも通りをしているそう、この間で。行くぞー、行くぞー、えいよー。おー、ケツ滑った、ケツ滑った。ローギアでこれよ、ローギアでこれ、これ半端じゃないね、これやばいね。やっぱエンブレすごいからさ、アクセル戻すと結構止まっちゃうのが困惑するっていうね。あータンクが独特な形をしていてね、すごいニーグリップできないんだけど。なにこの音。いや、いい音するな。こっちはめっちゃいい音するよ。なんだよこれ、純正だぞ。いや、耐性 R1 よりきついかも。あ、そう、乗りやすいと思っちゃったんだよね。マジ。あ、でもこう普通に乗る分にはいいんだけど、結構攻めようと思った体勢、姿勢になると結構辛いかも。足つきが悪すぎる。足つき悪そうです。足つき悪い。あれ、シート幅が広いか。いや、来ない。狭いの。シート幅がこれでこの足つきはなかなかやばい。シート高高いの。800超えてんな。高いのか。シート高が高いのか。800は超えてると思う、シート高。ああ。間違いなく。うわー、この R1 の感覚で2グリップしようとするとすげえ、ていうか2グリップできないんだけど。タンクどこってなんだけど、足元が。カスカだもんね、それ。うん。すごいよね。プリこういう感覚で乗らないといけないでしょ。俺でもこれすげえ気に入ってんだよ、それ。いや、俺もデザインも好きなんだけど。うん。いざ乗ってみると、これかーって感じになったのか、今。そうだよ。またがっただけの時は、そう、またがっただけの時は、お、こいついいなってなったんだけど、やっぱ実際乗ってみると違うね、感覚が。うん、やっぱそれに惚れ込んでしまって俺は頭おかしいんだ。いやでも全然悪くはないんだけどね。面白い。スポーツモードにした？スポーツモードってどうやんのこれ。これね、なんか左手の方になんか、あ、モードあった、モードあんのか、それも、これもあったモード。それね、絶対スポーツモードの方が走りやすい。あ、そうなんだ。今これ多分ロードってなってる。あ、そうなんだ。モード変えるか。モード変えよう。ロード、ロード、ロードにして。これスポーツ？これなんかフルフェイスのかっけえやつにした。え？あ、発見した。スポーツ来た。ロードになった。スポーツ。モードロード。あ、スポーツ走りやすいわ。うん、ロードだとなんか、さ、このヘッドスカーってなるけど、スポーツになるとえぐいぐらい走りやすいよ、ね。うん。あ、いいね。あ、いいいいいい。非常に乗りやすくなってくるよ、これ。慣れてくると。慣れたらやっぱ普通に乗れちゃうな。モードでレインモード、ロードモード、スポーツモードってあるね。スポーツモード。うん、やっぱ個人的にはスポーツモードやっぱ走りやすいね、俺も。そうだね、うん、俺もそれスポーツモード。ドギーライダーさんのおすすめスポーツモード、俺も気に入った。そう、スポーツモードの方が走りやすいよね。走りやすい、ちゃんと走ってる感がある。そうそうそう、これすごい走りやすい。どうする、交代する、なんか。そうだね、交代しよう。あ、交代する、寄せてさ、止まる。はーい、次はボンネビル T100 を
乗っていきたいと思います。これはかっこいいな。もうちょっとどこで買えるんですか。あ、これか。ボンネビルはあれだね、グリップヒーターがついてんだ。いけるぞ。皆さん行きましょう。じゃあトルクがね、そうトルクないよね。おーおーおお、こっち走りやすい。全然トルク違うわ。あ、全然走りやすいぞ。ボンネミルはモードついてないんだな。足つきもいいね。いやー、やっぱかっこいいね。発進しますよ。発進します。いやー、加速もやべえ。グリップヒーター暖かくなってきた。あ、いいね、標準装備グリップヒーターついてんの。でもあれだ、やっぱあのイギリス人とか結構体格の大きい人向けに作ってるから、うん、この2グリップの位置が高いんだよ多分。あ、ちょっと俺みたいにちょっと身長低くて細身の人は扱いづらいかも。まあ慣れればそうでもないんだろうけど、最初すごい違和感を感じるかも、足元が。ちょっと2グリップするのに足をグッと上げないと無理だもん。ボンネビル高いよね。2グリップの位置高いよね。パッドついてるところに届かないの。そう、届かないの。届かないの。そこいらで、あ、交代する。左に、あ、いいよ。あるほどマフラー入ってんだそれ。左、いや、いや、いい音するわ。これもだけど、うん、あ、そう、ストリート、スピードトリプル、どっちがシートこう低いの。低いのこっちじゃないですか。多分こっち、こっちのがシートこう若干低い、うん、低い。こっちは俺らでもちょっと足つき悪いなと思って。やばいな。あっち。ストリートトリプル、スピードトリプル、グリップヒーターって。次はストリートトリプル乗っていきたいと思います。これはスピードトリプル。なるほど。ああ、足つき悪くない。やべえ、グリップヒーターめっちゃあったけ、これ。あったかいっしょ。うん、モードがあったかいっしょ。待って、これさ、ハザードってどこで切ればいいの。ハザード変えられた。ハザードってどこで切れば、あ、これか、切れた。右の上です。あ、次行ったら、モード変えた。いや、何こいつ、すごいデジタル。行きますよ。はーい、行きますよ。すげえ音、えぐい音する。本当だ、メロまで回らないんだ。やばい、こいつ走りやすい。パスカルツイン、なんだっけな、パスカルツインの回した時の音好きだわ。めちゃめちゃ走りやすいな。音も嫌いじゃないな。いや、いい音すんな、こいつ。マジか。いい音しますよね。うん、ストトリやべえ、遠い音する。ストトリすげえいい音する。純正オプションでアローが入ってるってなかなかだね。なんかモードがいろいろある。え、なにこいつ、ホームボタンがついてる。なんか絵で描いてあるからわかんないんだよ。わかりづらい。とりあえずフルフェイスのかっこいいやつにするか。フルフェイスのかっこいいやつ。ちなみにそれ選んでから下の決定ボタンを押さないとモード変わんないよ。それしかも止まってないと変わらない。え、何モード、あ、これか、モード、あ、これだ、あ、これ違う。モード、あ、これか、レイン、これ多分スポーツか。ライダーモード。でもこれサーキットじゃないの。ロードモード。ワインディング。スポーツ。あ、じゃあ俺もちょっとこれで試してみようかな。なんだろう、ヘルメット。ヘルメットモード何なの。ヘルメットモード。ヘルメットは何なんだろう。うん、ヘルメットモードがよくわかんない。ここからさ、真っ直ぐの道とあれだろう。これ左。あー、すごい、この新車の匂いがする。すごい新車の香りが。あ、てかブレンボかよ。新車の温まった匂いが。ブレンボ入ってるよ。全然あれだな、Eグリップできないな。あー、ブレキャリパーもブレンボ入ってんだ。ドラムブレーキに見えてスピードトリプル。こっち入ってる？ブレンボです。ブレンボ入ってる。あー、ブレンボです。どこでもブレンボです。ブラックストーンRにもブレンボ、ブレンボとオーリンズ。そうか、オーリンズとトライアンフ、豪華だよね。ストトリ、ストトリやっぱ乗りやすいな。でも俺ストトリで結構足ツンツンだから、スピードトリプルはちょっときついかも。だから行けなくはないよ、多分乗れなくはないと思うけど。ハスクバンナー乗れますから。そうそうそう、ハスク乗れてるから大丈夫。大丈夫か。これ軽いからそんなに。ああ、軽ければ全然乗れる。
シート高高くても、うん、そうですね、行きますよ。いやー、いけるいける。降りろ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 、エンジンは切るな、エンジンは切るな、あー、しっかり来る、あー、全然大丈夫じゃん。あ、でもやっぱりフリップヒーターやばいよね。あ、そんな隙変わんねえよ。はい、セラクション R ですね。スピードトリプルですね。次はスピードトリプル乗ります。スピードトリプルです。シフトインジケーターが4000回転で設定されてんだ。あ、だからこの黄色いシール、あ、そういうこと、黄色いシールが貼ってあるから、あ、これ以上回すなってことなんだ。そういうことか。こんなことも通った、あれ、なんか見覚えがないですね。うん、俺見覚えがないんだよね、もう。この通り分かんないよね。どっかで止まりますか、どっかで止まるか、どっかでちょっと止まろう。完全に40分で戻れないかもしれない。道間違えたのか。井の頭公園だって多分通ってないよ。通ってないと思います。井の頭公園は通ってないと思う、さすがに。非常にボンネルで乗りやすい。スラクストーンいいな。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、というわけで今週もいっぱい遊んできました。皆さんお世話になりました。ありがとうございました。というわけで今日はこの辺でお別れしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。これからもスプライトライダーよろしくお願いします。ではまたー。